は今ブームらしいんです。バレンタイン直前、行列のできる人気スイーツ対決。バレンタインといったらやっぱりこれだよね。空前のショコラブームで不滅の人気スイーツがリニューアル。チョコレートパフェが大人のデザートになった。最高級のチョコレートをふんだんに使ったチョコレートケーキにチョコレートアイス、とろーりとろけるチョコソースとクリームやナッツのマリアージュ、とってもおしゃれでエレガント。今夜は甘くてほろ苦い幸せを呼ぶパフェ界のクイーン、チョコレートパフェ。京都で生まれた行列覚悟の人気メニューに女性たちはメロメロ。うちらもこれが好きどす。抹茶パフェ、上品な甘さとほろ苦さ、抹茶の魅力を生かしたスイーツの驚くべきバリエーション。和の王道、寒天、粒あん、白玉が新感覚のスイーツたちとドッキング。緑鮮やかな抹茶パフェ、わび、サビをも取り入れたジャパニーズスイーツ、今夜は届けましょうぞ。抹茶パフェか、それともチョコレートパフェか、今のどっち？なんか向こう若い子ばっかり。おいおい、あんたなんか汚い。汚いねえよ。抹茶パフェね、和風の控えめの上品な甘さが好きだし、うん、私はそういう女性になりたい。僕食べたことあるんですよ、抹茶は。これ全部食べれました。抹茶なら食べられる、食べれました。なるほどな。さあチョコレートパフェ、チョコって言っても甘いだけのもんじゃないんですよ今は。そうなんだ、うん、で今やっぱり空前のショコラブームですから、ららやっぱりパフェの定番だし、あのチョコレートっていうのはね、大好きな女の子が多いですもんね。そこだね。さあ彼女は、おいエンジン早すぎるぞかけるのが。もうすいません、もうアップいいですから。もう部長、クッキン。さあ、チョコレートパフェの方はよろしくお願いします。今、チョコレートのブームですね。あ、チョコレートブーム、うん、専門店多いんですよ。はい、そうです。今日はすごいチョコレート使ってパフェを作りたいと思います。どんなチョコレートパフェを作るか、こちらの。チョコレートパフェは全部で12層、フルーツはキイチゴのみ。主役のチョコをいろいろな形で楽しめるチョコ尽くしのパフェに仕上げる。これいい仕事ですね今日の。これねえ、まずはバニラアイスクリームを作りたいと思います。鍋の中には牛乳、卵黄とお砂糖ですね。そしてですね、これを入れます。ラベンダーの蜂蜜です。ラベンダーの蜂蜜まで使う。ラベンダーの蜂蜜って知らないですね。香りがね、とてもいいです。全然あの甘くないんですよ。はいはい。で、今回は蜂蜜入りのバニラアイスクリームにします。なるほど。こちらにアイスができています。はい、これです。とても滑らかです。蒸し三宅どうぞ。いいな、もう初めて。すごく柔らかそうですね。いかがでしょうか、うんうん、ソフトクリームのような感触ですよ、口入れた時は。で、ラベンダーは最初にあの来る甘さの中にその香りが入ってます。玉尾ちゃんどうですか。ね、いろんな味が想像できそうで、どうですか。想像してろ。マミちゃんはどうでした。なんかね、今の玉尾ちゃんって胸焼けがしましたね。さあ、それでは抹茶パフェ、はい、抹茶パフェっていうのは、まあ、京都が発祥なんですけど、はい、ね、和菓子のいいところ、洋菓子のいいところを混ぜながらできたいと思ってます。お願いします。うちもちょっと絵を出したいと。うちも。こちらは抹茶尽くし。抹茶のロールケーキに抹茶ゼリー、抹茶白玉と工夫を凝らしたさまざまなデザートが一度に楽しめます。すごい豪華ですね。豪華だろ。おばあちゃん大好きなもの盛りだくさんですよ。盛りだくさん。で、今何やってるんですか。欠かせないですね、白玉です。これ欠かせないんだ。はい、もう絶対そうだ。白玉ですよ。白玉なの。じゃあ、こう一つ、ここで粒あんを。粒あんをね。はい。あんこ浅いで。大納言が好きですね。大納言ですよ。そして、うんうん。
なんかご質問は控えめ。答えはこれはすごいな、餅みたいな感じがする、はい、柔らかいけどもちもち感が、はい、三浦君どうなんだね、この辺は。大好き。あ、そう、うん、あ、気があった、初めて気があった、はい、あ、結婚してください。好きやらばね、やってた。新たな和のスイーツの世界へとお連れいたしましょう。誘われて抹茶パフェ。京都が誇る茶どころ宇治、280年も続くお茶の老舗が営む茶房へ。いらっしゃいませ、こちらどうぞ。抹茶パフェください。はい、かしこまりました、少々お待ちください。想像してみてください。ほろ苦くふくよかに香る甘い抹茶蜜、清涼感を閉じ込めた抹茶ゼリー、そのツルツルプルプルの食感を、さらにはミルキーなアイスも。抹茶の魅力が和の楽しみの数々に彩られています。こちらが抹茶パフェでございます。現れたその姿は見目麗しき和の芸術。さあ、甘い風情に浸るひとときを。層の中に隠された美味しさを見つけるのもまた一興ですぞ。最後の一口まで和の趣をじっくりと。今夜は迷わず抹茶パフェご注文お待ちしております。今来てる注目のデザート、あなたも心を奪われるはずです。恋しくてチョコレートパフェ。代官山の住宅街に佇む瀟洒な洋館、ここは女性を虜にしているチョコレート専門店。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。チョコレートパフェください。はい、かしこまりました。想像してみてください。ショコラティエの技から生まれる絹のごときチョコレート、そのチョコで作った濃厚なアイスやソースが描く褐色のグラデーション、さらにスタイリッシュにデコレートされて。お待たせしました、チョコレートパフェです。ボナペティ。さあ、甘美な時間の始まりです。まずはやっぱりチョコレートアイスをそのままで。続いてトッピングとのコンビネーションを。また一口と食べ進むごとにチョコレートの違った表情に出会います。すべてが溶け合ったスイートなクリーム、これも最後のお楽しみ。うまいね。今夜は迷わずチョコレートパフェご注文お待ちしております。ほら、おとはちゃん、素